はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は元多重債務者私ですが語る良い借金悪い借金についての話です。もちろん物販と関係があるんですね。我々っていうのは三方よしの堅実な物販を行っていくっていうことが大切になってくるんですが、物販セラーとして物販講師としてやはり資金の問題っていうのは背に腹の問題だと思います。物販やりたいんだけど資金がない、例えば学費だったりだとか買い付けの資金がないってことで悩んでる方はいらっしゃると思います。いろいろな、まあ、借金系ローン系、そういったものに手を出そうかなっていうふうに考えている方がいらっしゃると思うんですね。出すこと自体は全然悪いことじゃないし、今はクレジットカード社会ですから、いろんなこと結構クレジットカード切っていると思うんですね。ただそこに関してマネーリテラシーっていうのがしっかりとないと、思いっきりどん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 泥沼に入っていくことがありますから、私が実体験に基づいて良い借金悪い借金っていうのは一体何なのかっていうお話を少しでも皆さんに共有させていただければ幸いです。20代の頭ぐらいで大体6社だったと思います。300万円ぐらいの借金がありました。内訳はアコム、プロミス、ノーローン、ジャックス、あともう一つ何かセディナか何かかな、ゲップ払い60回払いとかで払ってたの合わせて約6社から一番多い時で300万円の借金っていうのをパート時代に、まあアルバイト時代に持ってました。この300万円って一体何に使ったのかっていうと楽器なんですね。当時19、20歳の時、私っていうのはミュージシャンになりたかったので、で音楽の仕事もちょこちょこはしてたんですけれども、その時にどうしても形から入るタイプだったので、1本定価だと72万円のベースだとか40万50万のベースっていうのを5本ぐらい持ってたんですね。先に結論から申し上げますと、良い借金っていうのは投資、悪い借金っていうのは投機だと考えています。投資っていうのはより多くのお金とか収益っていうのを生むためにかけるお金なんですね。だから100万円かけても120万円になったり、100万円かけても150万円になる。お金は一時的に出てくるんだけれども、出ていくんだけれども、その後ちゃんとそれ以上になって戻ってくるものが投資だと思います。一方の投機っていうのは、まあ要するにギャンブルですよね。この投機っていうのは、お金が入る目処がない。要するにそのお金を使ってそれ以上の対価を得られる目処がないにもかかわらず、どんどんお金をかけていくことなんですね。私の場合まさにこれだったわけですよ。投資っていう言葉を聞いて、じゃあ物販っていうのは思いっきり投資じゃないかって思った方いると思うんですね。商品を実際に自分自身で買い付けて、その商品を売るわけですよね。ただ物販自体がちゃんとした投資なのかっていうと、それは人によるし、やり方によると思うんです。なんとなく選んだ A、B、C、D みたいな商品っていうのをただ出しただけでは、それって完全に投機なんですよね。自分が売れると思うだとか、自分はこの色がいいと思うだとか、自分のやり方はこうだとか、そういった完全に主観的なことで、まだ知識や技能っていうのが培えていない人がいけるだろうっていう気持ちで出すのは、私が昔音楽でベースを買いまくって自分はいけるだろうって思ってたのと残念ながら大差ない話だと思うんですよ。この商品何を買い付けるの、どんなタイミングで出すの、何バリエーション出すの、買い付け金額はどうなの、総重量、容積重量はどうなの、こういったことをすべて加味してタイミングも含めてしっかりとね、別に私じゃなくてもいいですけれども、まあ、メンターと言いますか、講師と言いますか、コンサルタントと言いますか、その諸先輩方の話もしっかりと傾聴して物販を進めていくっていうことがものすごく大切になってきます。自分よりもよく知っている人から何かを習うってことは、少なくとも自分の頭の中で考えられる動きとは違ってくるわけです。だって自分でこうやってこうやってこうやったら物販をやで実績が出るって思って出るんだったら、初めからコンサルティング受ける必要ないですよね。コンサルティングを受けてるってことは、自分の考え方も含めて自分とは違うやり方でまずは進んでいくっていう契約を行っているってことなんですよ。そこを頭では理解しているんだけれども、行動ベースで全然理解できていない。もしくは言葉では一応聞いてはいるんだけれども、全然そこは納得していないっていう人が結構多いっていう点は、講師をやっていて一番残念なことかもしれません。私がいくら海外物販は堅実で三方よしですって言っても、その海外物販でどういう物販を行うのかっていうのが大
解説で、みんながみんな海外物販さえやれば堅実で三方よしの商売ができるってわけでは決してないんですね。どの商品をリサーチするのか、どの商品を買い付けるのか、どういう出し方をするのか、どういうタイミングでどういう手順でやっていくのかっていうのは、正直皆さんがコンサルティングをやる前に考えていたことと違うことっていうのはたくさん出てくると思います。その際に自分の感覚だけでガンガン進んでいこうっていうのは、正直かなりのリスクにしかならないと私は考えていて、そろそろこのタイミングで手スマをしたらどうですかとか、あ、これだけ商品が揃ったならそろそろいけますねとか、いやいや、まずはもっと商品の母数を増やしましょうだとか、いろんな中間をさせていただくんですけれども、なかなか聞き入れてもらえないことっていうのが非常にあります。正直あります。まあ、人間なんでね、どうしても同じ人間にあだこうだ言われるとプイってしたくなるのが人の常だとは思うんですが、そこに関してはコンサルティングっていうのは自分の頭の中とは全く違うことっていうのも言われるし、痛いところは疲れます。私正直に図星で言いますから、言いたいことっていうのはね、これは言わなきゃいけないなというか、気づいてないなとか、そういうふうに思ったことっていうのは、こういう考え方もしかしてお持ちじゃないですかとか、こういう場合っていうのはもうちょっとこういうふうに考えなきゃいけないですよとか、あとはそこに関しては今そんな考えすぎることじゃないから、それは後回しにしましょうとか言います。やっぱりイライラされることって正直あるんですね。まあ、自分自身は講師16年以上やってますので、そういうこと慣れてるっちゃ慣れてるんですけれども、この投資と投機っていうのをしっかりと考えることによって、同じ物販をやっても、同じ海外転売をやっても、海外物販をやっても、それが投資になるか投機になるかっていうのは違ってきます。今回の話まとめさせていただきます。良い借金悪い借金の話をしたんですが、それって結局投資なのか投機なのかっていう話なんですね。良い借金だ、物販のコストをかけるっていうのは良い借金だって思ってる方がいるかもしれないですけど、例えばクレジットカードで買い付けをするだとかする場合、良い借金だって思ってる方がいると思いますけど、それが良い借金かどうかっていうのは分かんないんですよ。全ての事象っていうのは中立であって、それが良いか悪いかなんて分かんないんです。実際それをじゃあどういう気持ちで、どういうスタンスで、どう進んでいくかっていうのが大切なんですね。よく出す例だと、包丁を持っていて、それで人をぐさって刺したら包丁は悪いもの、それで野菜を切って美味しい料理を出して皆さんを満足させたら包丁は良いものになるわけじゃないですか。要するに包丁それ自体が良いとか悪いとかの話ではなくて、この包丁を何に使うのか、どういう目的で使うのかっていうことが非常に大切になってきます。ですから、まずマネーリテラシーをしっかりと上げておく必要っていうのがあるんですが、どういうタイミングで買い付けたらいいのかっていうのはなかなか分かりませんね。その物販の世界のマネーリテラシー、お金の使い方ってなかなか分かりづらいと思います。そこに関してはコンサルティングで生徒さんと向き合って、こういうタイミングだったらリスクとリターンのバランスっていうのが非常に良いのではないかとか、いろいろ私もいろいろ試行錯誤しながらね、指導させていただいてるんですけれども、プイッピッピッってされることってやっぱりあります。その際に皆さんに考えていただきたいのは、自分の今までの経験の結果っていうのが今なわけで、で、私がいつも皆さんに対してちゃんと着目しているのは、皆さんを見るときに着目しているのは、結果がどうなのかってことなんですよ。理想的なことを言って、私のミュージシャン自体みたいに理想的なことを言ったり、机上の空論を語ったりだとか、今までの経験則でいろんな自分ルールっていうのを設けていたとしても、まだまだ物販が全然進んでなかったら、その物販が進んでいないっていうのが結果じゃないですか。その結果に基づいて、じゃあこうしていきましょうっていうのがコンサルタントの役割であって、いや、まだまだもうちょっと時間かけても大丈夫だからねって、常にいい子いい子してりゃいいっていう立場ではないと思うんです。だからその際に痛いところを疲れる気持ちになるかとは思うんですけれども、コンサルティングっていうのは長い目で見て、皆さんがどういうふうに進んでいくと良いのかっていうことを考えて、私自身も日々対峙させていただいていることですので、結果として手スマできてないじゃんとか、結果として商品ページ全然作れてないじゃんとか、商品リサーチがうまく全然できてないじゃんとか、自分のエフィカシーが上がってないじゃんとか、自分のね、自信が全然、いつもぐちぐち言う、ネガティブなことばっかり言ってんじゃんとかあったら、もう抜本的になんか変えていくしかないんです。で、抜本的にないか変えていく所存なので、そこら辺っていうのは、皆さんもぜひ腹に落としてね、人生を変えるってことは、今までの自分と違う自分になるってことですから、今までの自分の考え方とは違うやり方をしていくに決まってるんですから、そこら辺っていうのは、ぜひぜひご理解いただければなっていうふうに思います。人生を変えるのっていうのは、本当に一筋縄ではいかない。私自身も元多重債務者で、6社300万、その後っていうのも、正直自営業としてやっていって、一番きつい時っていうのは、10日後に現生で120万用意しなきゃダメだとか、そういったことにも何度か直面したことっていうのがあります。
で、その際に自分自身がまず受け入れなければいけないのはその事実ですよね。いやいや、こんなことになるなんて自分は、こんなの自分じゃないとかじゃなくって、とにかく今、結果として現れてたんですよ。6社300万だっていうのが、でもずっと目を背けてきた。目を背けてきたんだけど、これしっかり紙に書き出して、どこでプロミスであとなんぼ、アコムであとなんぼっていうふうにしっかりと書き出して、それでこれと対峙したことによってこれ完済できたわけですよ。別に自己発散せずに。それと同じようにですね、物販をやる際にも、どんな意見、理想、自分のやり方あるかもしれないけれども、私が見てるのは結果です。結果っていうのはプロセスの集大成が今この瞬間なわけですから、この瞬間が、かんばしくないと思えば、それは抜本的になんか変えていく必要があるわけですね。じゃあその抜本的に変えていく、その抜本って何なのかっていうとですね、元は何なのかっていうと、結局のところ考え方なんですね。その考え方をずっと肩肘張ってやってても、我々っていうのは人生を変えることはできないと思います。人生変えたから、変えたいから新しいことを始めたのに、新しいことを始めても前の人生のやり方をずっと踏襲してそこから変化しようとせずにぐーっと意固地になっているっていうのは正直無駄骨だと私はきつい言い方すると考えていますので、そこに関しては本当にね、腹に落としてというか行動ベースで常々我々っていうのは変えていく必要があると思うんです。こんなことをまあ今こうやって話せるのも自分自身が多重債務者だったって、これがね今ではいい思い出とは言わないけれども、こんな時代もあったこの黒沢っていう人間が今こうやって笑顔でね、物販のことを発信し続けられているっていうことがね、自分にとっては一つのなんて言うんでしょう、上から目線じゃないよっていうことを皆さんに同時に伝えられたら嬉しいなって思います。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。